こんばんは。こんばんは。よいしょ。こんばんは。あ、みゆさん、こんばんは。ありがとうございます。これをまた Facebook に、また忘れたよ。どうやって Facebook にやるんだっけ？わかんないじゃん。わかんないよ。このままつぶやけばいいか。いいよ。よいしょ。これでどうかな。こんばんは。こんばんは、こんばんは。は。音ちっちゃかったりしないですか？大丈夫かな？あれ、なんか2回つぶやいてる。大丈夫かな？よし。じゃあ、11月の14日、今夜もやっていきたいと思います。あ、大丈夫ですね。ありがとうございます。なんか今日いつもよりも近くない？近い気がするな。まあいっか。1週間に1回のこの時間、また今週もできることに、感謝しました。そしてまた皆様にこうやって月曜日の夜にお会いできることに感謝しまして、やってまいりたいと思います。 やりたいことと同じくらいにやりたくはないことも多くて、そんなギャップを埋める日々さ。 Anytime, anywhere、 大人になってもそれは変わらず、いやむしろもっとギャップは増えて、あの頃に戻りたいとつぶやく。 Anytime, anywhere、戻ったところでやるかといえば、きっとだらっとしてしまうんだろうな。君たちはどう？うまくやれてる？やりたいこと、やりたいことがなければそうだな。何でも端からやったらいいよ。経験が君を作ってゆくはずさ。 Anytime, anywhere、 It is now or never、考える前に動き出そう。ありがとうと思ったら言葉にしよう。 It is now or never、 恥ずかしがってたらもったいない。好きな人には好きと伝えよう。勉強だって言え、部活だって、恋愛だって、遊ぶことだって、今しかないぜ、やるしかないぜ。 Anytime, anywhere、 大人になったらやりたくたって、できないことがどんどん増えて、やっておけばよかったなんて思いたくはないだろう。それでもなんだかやる気が起きない、そんな日もきっとあるはずだけど、だからってサボるのはなしにしようよ。もったいないよ。
嫌なことだって我慢してやる、その練習だと思えばいいよ。ポジティブな考えが明日を作る。 Anytime Anywhere It is now for never。 考える前に動き出そう。ありがとうと思ったら言葉にしよう。 It is now for never。 恥ずかしがってたらもったいない。好きな人には好きと伝えよう。やこさんこんばんは。動き出そう。ありがとうと思ったら言葉にしよう。 It is now for never。 恥ずかしがってたらもったいない。好きな人には好きと伝えよう。 It is now for never。Anytime, anywhere. Anytime, 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 anywhere でした。ありがとうございます。ちょっと一瞬待ってもらってもいいですか。ちょっと一瞬だけちょっと思い出したことがあってありがとうございます。ちょっと一瞬だけサムネイルに戻しますね。しばしお待ちを。OKOKOK っす。ありがとうございます大丈夫ですあの入り口の、まあ、入り口そこなんですけど、そこどう、ここ俺なんですけど蓋閉めてなかったなと思って蓋閉めましたっちゃ大丈夫なんですけど。いやラムちゃん。あ、7人も見てくださってるわけですね。11月の14日早いもので11月ももう半分を過ぎようとしていますね。早いっすね。早いよね本当に。何歌おうかな。あんまり何も考えてないんですけど、まあいつもそうですけど、まあ、皆さんとつながれる時間をっていうことがまずは第一なので、このようにやらせていただいておりますが、先週はまあ、だんだん寒くなってきたよねっていうところで冬の曲のカバーを結構やったりとかしてたんですけども、今日はどうしましょうかね。まあこの1週間何があったかみたいな話は特にないんですけども特にないんです、ないんですね。
特にないんですね。歌ってなかった曲を歌っていくっていう感じもいいのかなとは思うんですけど、そうね、よっよっ、あ、こうなっちゃうわけね。あ、おせち動画ね。でもまあ一回出してますからね、おせち動画。よし、やってみるか。あ、天ぷら揚げ天ぷら揚げてるような音聞こえます？これね、配管が通ってるんですよ、この地下室って。配管が通ってまして、なので上の人とかまあここ地下ですけど、多分全部の下水的な、多分まあ、お風呂とか、お風呂かな、お風呂はちょっと別かもしれないけど、洗面台的な、でも結構なちょろちょろなちょろちょろ言ってるんですよ。こんだけでもこの時間にちょろちょろ言ってるっていうことはお風呂だとは思います。そう、パチパチみたいな、ちょろちょろみたいな音聞こえると思うんですけど、これを配管に流れる水の音なんですよね。拾っちゃうんですよね。レコーディングには向かない。まあとりあえずいいかなみたいな。そうなんですよ、気にならない人は気にならないみたいですけど、気になる人は気になるみたいですね。歌えるかな。何かに夢中になっては周りの人を困らせてたけど、ポケットの中で誰かが言ってた、本気でいたら報われるってさ。あの日から君に夢中になってた、いつもとは何か違う気がした。今なら何でもできる気がした。この気持ちに嘘はないのさ。風に舞った風船を僕は拾い集めて、思い切って君に話しかけて、言葉が通じたから、その先を求めてしまった。十個の赤いリンゴを君に届けよう、また笑顔が生きてゆく。絶対君がいいんだ、ペースは乱さぬように、
会うほど夢中になってた。知らないことが減ってゆくたびに、本当は薄々気づいていた。だけど気づかないふりをしていた。君の中に誰かを僕は見つけてしまったんだ。もう戻れないよ。ブレーキのない自転車を僕は漕ぎ出してしまった。十分しか渡った僕は少し早すぎるような気がしなくもないけど、絶対君がいいんだ。ペダルを漕ぐほどまたもっと好きになってしまうよ。あなたが心笑えますように。準備はもう整った。荷物は畳んでさ、ゆっくりでいいから気づいてほしいんだ。絶対君がいいんだ。ページをめくったらまたもっと好きになってしまうよ。あなたが心から笑えますよ。ありがとうございます。ペチカという曲をお届けしました。めちゃめちゃ水の音聞こえますよね、きっとね。拍手みたいになってるね。ありがとうございます。ちょっと忘れてるね。感想がね、思い出せない。感想が思い出せないですよね。多分これだな。うん、ペチカという曲をお届けしましたね。ありがとうございます。お届けしましたね。
石井真嗣さんの、やばいじゃん、ど忘れしてるよ、もう。取りつかれ男ですねっていう本を読んで作った曲ですね。セカンドアルバムさよならブルーからお届けした曲でした。歌えるかな。これ合ってるかな。服を一枚だけ身にまとうような僕は何も持ってなんかないんだ。比べられるのが怖いよ。あなたがいないと僕もいない。当たり前のこと愛しく思う、尊く思うだけで十分なのに、笑いたいな、でも笑えないな。泣いてないのは顔だけなんだ。歯がゆい思いをするたび僕はいつも思い出すよ。時に僕は子供に戻る。あなたの胸の中で やばいよ、コインがないと続かないよ。甘い蜜にすがってしまう弱い自分のこと許してしまう。このままじゃダメってことは分かっているけど、返したいな、でも難しいな。なくしてからじゃそれだと遅いな。早すぎることなどないな。いつも思ってるよ。ありがとうございます。まだだ。僕の体がほつれた時はそっと優しく抱きしめて、心の糸で縫い合わせてます。
った時が経っても心に残る誰かの目印もなく歩いてくよな。こんな僕にも帰る場所があるってことを忘れず生きてゆこう。ありがとう心を添えて。クリストファー・ロビンという曲をお届けしました。コインありがとうございます。ちょっと忘れてるっすね。こうだ。どこだろう、この後が分かんないんだな。こうだな。すいませんね。目印もなく歩いてくこんな僕にも帰る場所があるってことを忘れず生きてゆこう。こっからがおじさん。
思い出せないこうだ。これですね、思い出しました。懐かしい感じですいませんね。延長までしていただいて思い出してるっていうクリストファー・ロビンというプーさんのことを考えて作った曲をよかった。僕あのコードを書き残さないんですよ基本的に。だからね、忘れたらそこでもうおしまいなんですけど、ただ幸いなことにね、こうやって、まあ、今こうやってあのツイキャスしてますけど、まあ、過去のこの、まあ、1日1曲ツイキャスとかね、過去のツイキャスがあるわけですよ。そこに手さえ映ってれば、手さえ映ってれば思い出せますあのほじくり返して、掘り起こして、過去の自分の動画さえ見れれば、なんとか多分思い出せると思うんですよ。よっぽどの、あのちゃんと動画が残ってさえいれば。急にツイキャスバンされなければ。よくこんなコード作ってたなっていう感じ。そうなんですよ、素晴らしいでしょ。でもそれもこれもだから続けさせてくれてた皆さんがいたおかげなんですから、本当に感謝してますよ本当に。ありがたい話ですよ。でややこしいコードばっかり使ってたからシンプルじゃないんで何それみたいな。これもしのっかって風を必死感じている走ってるからか感じられる何も感じなくなるのが怖いよそ見をしし向かってゆく新しいシーンが流れてく見慣れた景色と人は言う嫌気はさすけれど同じ景色なんてそう二度とはないんだよそんなありきたりなこと思いながら行くのさいつも走ってるんだ My life ゴールは決めているけどナビはないコンパスもない上り下りもわからないだからとりあえず今日は君と一緒にいよう。なびかない揺るがない愛が欲しい若い年月思い出してあの頃は若かったって缶コーヒーを飲み干した苦味は増すけれどお金や時間なんてそう持ってはいなくともそれでも進まないようにと思いながら行くのさいつも走ってるんだ My life ゴールは決めているけど何にもないこんなくだらない
僕は僕をやめられない。だけどとりあえず今日は君と一緒にいても嘆かない、揺るがない僕でいた。あ、なんにもないなんてことない、ないならないなりにあるしかないじゃないと、もったいないな今しかない、いない方がいいわけはない、いいわけなんて聞きたくない、僕は振り返らないで走ってるんだ。 My life ゴールは決めているけどナビがない、コンパスもない、上り下りもわからない、だからとりあえず今日は君と一緒にいよう。ありがとうございます。 NN という曲をお届けしました。あれ、ちょっと忘れてますね、これも。NN という僕が持ってた赤い 50cc の歌を歌いました。今年手放してしまいましたけど、もしかしたらどっか遠い国で違う何かに生まれ変わっているかもしれないですね。それかまだまだ走れてたから自分で直しながらだけどもしかしたらどっかの国で走ってるかもしれないですね。どっかの国で走っていてほしいですね。僕はこう東南アジアの方とかでね。あと15分ぐらいですかね。今日はセカンドアルバムから多めにとか、まあ、そればっかりですけど、セカンドアルバムの曲しか歌ってないですけど、サナルブルーの中からお届けしておりますが、最近もう本当に全然本とか読めてなくって、まあ、仕事を変えたこともあって勉強尽くしなんですよね今ね。ずっと勉強してます。でもこの時間はこの時間と割り切って、まあ、この時間もあるから勉強も頑張れますし、勉強の時間があるからこれも頑張れますし、お仕事の時間もあるからお仕事の時間も頑張れますし、
そういうことがだんだんとできるように34歳になってきました。人生はでも本当に勉強だなと思いますね。知らないことってたくさんあるみたいな、キリがないんですね。いろいろ資格試験があって老眼で、だから電車の中とかで、あ、ゆうこさんこんばんは34歳ですよ。もう少しね、さあ3月迎えたら、四捨五入したら40ですね。あれ何の話だっけ。そう、電車とか乗ってると、今までずっと、今までっていうか若い頃は本読んでてっていうのが自分だったっすけど、周りを見てみると、僕はもう参考書とかばっかし勉強の動画とかばっかりなんですけど、周り見てると結構小説とか読んでる人がいて、いいなーなんて思いながら電車乗ってるわけですけど、結構ね、電車の中での時間っていうのが思い返してみると自分の中でもいろいろ変わってて、たくさん本読んでた時期もあれば、もう本当に何にもやる気起きなくて漫画ばっか見てるみたいな、漫画ばっか電車の中で読んでるみたいな、と思いきや今は参考書ばっかり。29歳、ありがたい話です。ありがとうございます。でもね、なんかなんだろう、あ、何言おうとしたっけまあいろいろこう34歳になって吹っ切れてくるというか、吹っ切れるっていうとまた違いますけど、焦らなくなってきたかもしれないですね。みたいな感じになってくると、なんかむしろ今の方が若々しいんじゃないかなと思ってます。顔つきとかも、もちろんこう垢抜けない若々しさもあるんですけど、なんか今もう34歳になって、本当に今、まあ、いろんな経験またいろいろしてて、でこうやって昔の自分を回収していくような時間もあって、毎日楽しいですね。大変だけど、新しいこと覚えるのは何かそういうことしてると逆にこう若々しくなっていくような気がしてて、結構エネルギッシュなんですよね今。クタクタだったんですけどつい数年間は結構ね、本当に今年特に本当にエネルギッシュなんですよね。変わんないですか？結構髪型とか変わってると思うんですちょっと営業マンっぽいでしょ、分けて。最初の頃ってもう本当に前髪全部パッってなったんですけどフフ、大人になりましたよ本当に。髪を染めてパーマかけてた時代もあれば、髪が抜けて帽子かぶってた時代もあれば、髪を全部下ろしてた時代もあれば、今みたいにピッと分けてる時代もあれば、
中身は変わってないかなと思います。エネルギッシュなままかなと、まっすぐなままでいられたらなと思いますけども、ジムもちゃんと続けてて本当に先週も話したか、パッとしてましたね。ジムもちゃんと続けてて結構筋肉痛なんですけど、1週間に1回しか行かないから筋肉痛なんですけど、体作りもしててストイックですよね。なんか結構自分のことストイックだなって思ってて、自分でもなんかそんなこだわんなくてもいいのにみたいなところもあるんですけど、やらないと気持ち悪いみたいなところもあるからストイックだなと思うんですけど、でこれがまた面白いことにね、伝わるんですね、ストイックだってことがちゃんと人に。その仕事を変えてまた新しく出会った人たちとかもいるんですけど、ストイックって言われたりストイックだねみたいな言われたりとかするから、あ、やっぱ僕そうなんだなみたいな、はぁみたいな。なんて喋ってると時間がなくなっちゃうのでまた10分ぐらいです、10分しかないですね。どうしようかな。どうしよう。ストイックだから心配してる本当ですか、ありがとうございます心配してください立ち止まる時もでもね大事だなってすごく思います。 焦りすぎないことっていうのはね、あれもこれもって思ってあれもこれもにやなっちゃうから、結構順番考えるのむずいなみたいなこと結構あるんで、いけるかな。よし。ああ、泡のような止まない雪の中で、あ、叶わない恋の話を僕ら積もらす。青いスカート、あ、もしかすると、これまでのこと全部なかったような気がして、この寂しさは副作用、君がいない部屋で眠ろう、夜に溶けてしまわないように、肩口に残る重さを思い出す。ああ泡のような柔らかく伸びる歌と、
あ、帰れない電車、僕の心を走らす赤いワインを、あ、飲み干した後、これまでのこと全部とってもいい気がして、この寂しさは副作用、君がいた頃は本当は夜に溶けてしまわないようにと、耳元に残る言葉を思い出す。こうか。情けないとか存じない、やりたいことやればいい、不甲斐ない、しょうがない、時にはそれもいいんじゃない、くならない、つまらない、常識なんて関係ない、くならない、くならない、二度とない、今が欲しい、どこか君がもっと欲しい、甘いデザート、失礼しました。ああ、このままだとこれからのこと全部考えられなくなる、この寂しさは副作用、君のいない部屋に帰ろう、夜に溶けてしまわないように、耳元に残る言葉を思い出す、副作用。作用という曲をお届けしました。あ、よく口ずさんでる、ありがとうございます。あ、ちょっとだけ心配しておいてください。うわ、ちょっとこれも、思い出す必要がありますね。これできた方ですけども、口が回らなかったですね。というわけで時間も迫ってまいりましたので、最後の曲にしたいと思います。あとでもね、多分8分ぐらいあるのかな。あ、7分、7、6分ぐらいですね。じゃあ最後の曲にしましょう。先週は時間がうまくはまらずにだったですけども、早いですね。でもいつもこれだからな、いつもこれだからなとかなっちゃうね。ちょっと違うのやるか。じゃあ温かい気持ちで終わりたいですね。あ、もう全然全然なんてことないやつで終わりますね。じゃあ、気になったら枯れるを取り出して今日はってなこと全部まとめて煮込んでしまおう、泣きたいのに泣けない時はいつもより少し多めに玉ねぎを
刻もう、明日笑えるようにと、ブルーな気持ちになったら、ブルースでも聞きながら、昨日煮込んだカレーを、温め直して食べよう。下手くそ。下手くそだな。泣き疲れて眠ぶて、夢見て目覚めて、朝ごはんはカレーを食べよう、今日も笑えるようにと、ブルーな気持ちになったら、カレールーを取り出して、今日あってなこと全部まとめて煮込んでしまおう、ブルースでも聞きながら、お粗末様でした。ブルーカレーブルースという曲で今日はおしまいにしたいと思います。というわけで11月の14日、今週も月曜日、ツイキャスを行うことができました。僕も食べたいです。坂田さんのカレー食べたいです。こんなことができました。こんな感じで、どういうテンションかわかんないですけど、こんな感じで、また毎週こうやってツイキャス、できております。なのでまた毎週皆さんとお会いして、こうやって確かめ合う時間、あ懐かしいなみたいな、懐かしいだけじゃなくて新しい自分を見せれるようになりたいですけど、まずはこうやってつながれる時間が大事かなと思ってますし、やっぱ1週間に1回こうやって週の始まりにみんなとつながれると、僕自身もやっぱまた頑張ろうと思えるし、みんなも頑張ろうって思ってくれたらいいなと思ってやってますので、やっぱいいっすね。俺だけかな、思ってるのは俺だけかもしれないですけどいいなみたいな思ってるのは僕だけかもしれないですけど、まあ、そんな僕の勝手かもに付き合ってくれる皆さんがおりますのでありがたいなと思いながら、またこの輪が広がっていけばいいなと思っています。まあ、リアルなライブはなかなかできてませんが、そんな感じでやっていきたいと思いますので、また来週もお会いしましょう。ということでありがとうございました。おやすみなさい。また1週間みんなで一緒に頑張りましょう。